羽生ュゆずる、後世に語り継がれる合量の記録、完璧を超える、名演で達成した五輪連覇。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ザ・アンサーは北京五輪期間中、選手や関係者の知られざるストーリー、競技の専門家解説や意外と知らない知識を紹介し、五輪を新たな見方で楽しむ。 ザアンサー的、オリンピックの見方を連日掲載。注目競技の一つ、フィギュアスケートは、フィギュアを好きな人はもっと好きに、フィギュアを知らない人は初めて好きになる17日間をコンセプトに総力特集し、競技の今を伝え、競技のこれからにつなげる。ザアンサー的、オリンピックの見方、30、フィギュアスケート五輪激闘腐、2018年平イ五輪男子シングル編。 ザアンサーは北京五輪期間中、選手や関係者の知られざるストーリー、競技の専門家解説や意外と知らない知識を紹介し、五輪を新たな見方で楽しむ、ザアンサー的オリンピックの見方を連日掲載。注目競技の一つ、フィギュアスケートは、フィギュアを好きな人はもっと好きに、フィギュアを知らない人は初めて好きになる17日間をコンセプトに総力特集し、競技の今を伝え、競技の これからにつなげる。今回は過去3大会の激闘を振り返る。フィギュアスケート五輪激闘譜。2018年タイラマサ五輪の男子シングル編だ。王者として2度目の大舞台に臨む羽生結弦だったが、五輪シーズンに右足首を負傷するアクシデントに見舞われる。復帰戦が五輪本番になるという状況だったが、タイラマサではブランクを感じさせないどころか、さらなる進化を感じさせる圧巻の演技を披露。五輪連覇を果たし、 歴史にその名を刻んだ。文・松原、高海。2018年、平正五輪のフィギュアスケート男子は、圧倒的な存在感を放つスケーターと共に、これからもきっと長く語り継がれることになるはずだ。それだけのインパクトと余韻を残したのは、羽生譲るに他ならない。金メダルを獲得した2014年、ソチ五輪から4年。19歳から23歳という技術。表現の両面で飛躍が期待される時期に、 ハブもさらに成長した姿を見せたいと日々を過ごし、平イ五マサゴリンを迎えるはずだった。ただが、大きなアクシデントが襲った。2017、2018シーズンの NHK 杯の公式練習中、ジャンプの着氷で転倒。その時、右足首を痛める。それはたやすならざる怪我であった。結果、NHK 杯の危険を余儀なくされたのは無論のこと、その後の大会も欠場を強いられた。 復帰戦となったのが、平イ五輪リンだった。通常、フィギュアスケートに限らず、どの競技であれ、それだけのブランクは確実にマイナスになる。しかも怪我からの回復具合も関わってくる。懸念と心配が渦巻く中、ハブは高齢アイスアリーナのリンクに立った。負傷離脱したからこそ学んだ、作戦。そこで見せたのは、あらゆる心配を打ち消すかのような演技だった。2月16日、まずショートプログラムを迎える。 曲はショパンのバラード一番。冒頭は四回転サルコン。完璧な着氷に大きな歓声と拍手が起こる。その後の滑りもそうだ。ジャンプを含めすべての要素を完璧に滑る。いや、表現も含め、完璧という言葉では収まらない完成された演技がそこにあった。得点は111.68。首位に立つ。翌日のフリーは生命。冒頭はショートプログラムと同じ。 4回転サルコン。6分間練習では決めきれない場面もあったが、いざ演技の中では決めてみせた。その後の4回転と、ループからの3連続ジャンプで転倒。3回転ルッツは着氷でこらえる体勢となった。フリーは4分30秒。当時と、ショートプログラム以上に練習の段階から負担が大きい。やはりそこには、怪我の影響があったかもしれない。だが、そうした失敗は、プログラムの世界を損なわない。 生命の和太鼓のリズムと UV の織りなす調べに功をし、重心の上下するたさ騒き、鋭い目線。曲調が優しさを帯びれば、柔らかな手遣いと仕草を見せる。影と陽その対極を表現するかのようであり、どの角度から見てもその所作は美しく感じられる。フリーの得点は206.17、総合得点は317.85。演技が終わった瞬間に勝てたと思いました。 前回のソチオリンピックの時は、フリーが終わった後、勝てるかな、という不安しかありませんでした。でも、今回は自分に勝てたと思いました。ハブは4回転ジャンプを、フリーでトーループ2本、サルコウ2本と計4本入れた。その構成は当日、決めたという、スケートができなかった期間があったからこそ、作戦というものを学ぶことができました。ハブは4回転ループや4回転ルッツに取り組んできた。 だが、負傷から復帰し、盾の状態だ。それを考え、また勝負をも考えたとき、行き着いた構成だった。それは、ハブの語る通り、リンクから長期間離れざるを得なかった時間を活かしていたことを示していた。また何度の高いジャンプに取り組み続けてきたからこそ、ブランク明けにもかかわらず、4本入れることができたのではないか。日本勢が1、2を占める歴史的な大会に、平正で輝いたのはハブだけではなかった。 注目、育成とその先の未来へ、野球少年、少女、保護者や指導者が知りたい現場の今を発信、野球育成解決サイト、ファーストピッチはこちら。宇野昌馬は、ショートプログラム3位で迎えたフリーは最終滑走。冒頭の4回転ループこそ転倒したが、そのまま崩れることはなく、4回転フリップを成功させるなど持ち直す。フィニッシュまで大きなミスをすることなく滑り切ると、フリーでも3位。 総合2位で、ハブに次ぐ金メダルを獲得した。日本勢が1位を占める歴史的な大会となった。3位には、アビエル・フェルナンデス、スペイン。ソチゴリンではわずかな差で4位と悔しい思いをしたが、その雪辱を晴らした。メダルを獲得した3人は、リンクサイドで肩を組み合い、互いを祝福した。みんな、笑顔だった。安堵と喜びの込められた表情があった。その光景もまた、 大会のハイライトの一つだった。松原、高海、定キャミ松原。松原、高海、1967年生まれ。早稲田大学を卒業後、出版社勤務を経てフリーライターに。その後スポーツ総合し、ナンバーの編集に10年携わり、再びフリーとなってノンフィクションなど幅広い分野で執筆している。スポーツでは主に五輪競技を中心に追い、下記は2004年アテネ大会以降、 当期は2002年ソルトレイクシティ大会から現地で取材。著書に、高齢者は社会資源だ。ハリウコミュニケーションズ、フライングダールズ高梨沙羅と女子ジャンプの挑戦、文芸春秋、メダリストに学ぶ前人未到の結果を出す力、クロスメディアパブリッシングなどがある。から。